はい、どうも T.T です。引き続ききらめきスキー白書やっていこうかなと思います。前回はこのとても広い客室作ったのと、まあ、豚オブジェ作りましたね。であと鳥小屋卵できてる。何、卵できてるって何ですね。まあそんな感じのところをしたか。うわ、ちょっと売り切れがえげつない。何、フィーバーもそうだし、マジで補充って誰もしてくれないのか。これ誰か雇えねえのか。ここもか。よし、もう大変だなこれ。忙しいな。広い部屋もう一個作ってもいいかな。うん、いっか、作るか。で、前回なんか開発できるようになったやつが、とても広い売店、角材10、顧客情報5顧客情報って角材10、20ぐらい作っとくか。これ何だかん使うだろう。と顧客情報が何個作れる。あー、9しか作れない。5にしとくか。じゃあで作れると、よし、売店どこにするかな。ここもロッカー室にしたいっちゃ、もうなっちゃってる。もう置けねえだろうな。まあでもこの辺バーって並べていく感じでいいか。これ向き変えれんのかな、建物って。これが、あ、開拓、撤去します、配置替え、これだ。これで向きをこうしたら、したら多分ね、ここ通路として見なされないと思うんだよな。うん、よし、それでいこう。で、うわ、すげえ混んでるな。もっといろいろ置きたいけど、ただ俺には、いや、もうすぐ売り切れるじゃん。もう一個置く？あ、待って、なんか撤去した？なんか今なんか下がったな、なんか下がったなまあいっか、建築しよう。施設で、とても広い売店、すごくお土産を売るための施設、資材強化、売却数で売り上げがアップ。あー、ここ置いちゃうか。よし、お店エリア。これで売り切れになってもこっち側あれば大丈夫だろう。レンタルストアすげえ埋まっちゃってるけど。あー違う、ここ、あ違う、ここになんか置いてやりたかったんだ。そうだ、いいよ、縛れるレイン、北はクマックス、そろそろ増築をする時期かと思ってやってきた。スペサ資材溜まってるんだわかだわかって何、もう本当に読みづらい。研究、ホテル増築9万、安いじゃん。行こう。雪だるまはいいし。ウッドコアと、発泡プラスチック、メタル合金。そこら辺がまだ作れないよね。作れて氷材だもんな、次が。何なんだろう。氷材なんて使うもん特にないんだけどな。いや、早くこっち側広げてーな。なんか、ハイキングしてるとこ悪いけど、いいっすか？こちらどんどん開拓しちゃって。どんどん開拓しちゃいますね。広げちゃいたいんですよ、こっち側も。いや、ここら辺の削岩機、いつ手に入るんだろうな。早く欲しいな。31万も金ある。てか拡張がマジで早くなったな。
金が足りねえぜ。こっち行ける、あ、行ける。伸ばせるか、伸ばせない。この辺は伸ばせない、伸ばせない。あ、じゃあ人がまだいなかったわ。あとなんか今作れるものって、ロッカー、あ、ホテルの部屋は作れる、レンタルストアも作れる、 ATM も作れる、券売機も作れるけど、券売機とかも並んでないしな。 ATM1 台あるし。お、あ、え、無事に工事が完了しました。ではまた増築するときにお会いしましょう。さらばです。いやいや、え、そっち側に広がるの？それさ、知らなかったんだけど、最近スキー場でもっといろんな遊び方をしたいという意見が寄せられているようです。そこでスノーボードとソリのレンタル研究を用意してみました。スノボレンタル、ソリレンタル、いや、いいんだけどさ、すげえ中途半端なところに自販機置くことになっちゃったじゃんね。とりあえず、はい、お金いっぱいくれよ、三つ葉さん。18万、そこそこか。まあ、マックスはちょっと置いといて、三つ葉さんじゃあ行こうか。能力ボーナスっていう、よくわからないの。ああ、そういうことか。まずは、やっぱでもこのカーペットはちゃんとつなげときたい。ここまでいれば、うん、OK。で、売店とかはいいし、あ、ちょっと待って、一旦研究できるもん増えたか見てみるか、じゃあ。あ、スノボレンタルできるじゃん。アンケート。アンケートって、これアンケートだっけ？そうだね、アンケート。あ、もうちょいもらえばいいのか。あと1枚か、あと1枚。誰かアンケート入れて。あと1枚。誰か入れてよ、アンケート。まあ、勝手に溜まってくだろう。急がなくたって。いや、めっちゃ混んできたな。フィーバーしてないのにこんなに入ってんだよ。やばくない？なんかこのレンタルちょっとスキースクール邪魔くさくなってきたな。この場所が。いや、こうなってくるとホテルの部屋もちょっと違ったな。植物を全部こっち側に、こっちみたく一列にして、うん、でこっち側を通路にするか。今壁すり抜けたな。え、え、え、どういうこと？え、一部屋に知らん人何人か泊まってる？そうか、これ別にこっち側から入れるから、ここの通路開けとく必要ない。よし、そうしよう。配置替えで、これを、ここ。あ、でかい部屋の魅力なくなるのか。あ、オーナーさん、契約中の全国旅出版社さんからプレゼントが届いてますよ。バイキングの研究アイディア。へえ、そんなもあんだ。移動。道がない。大丈夫。いや、大丈夫だって。じゃあ、これはこっちでいいわ。移動。ほら、大丈夫でしょ？で、ここにどんどん花を置いていくと、こう、こう、こう、もうめんどくさかった、同じなしか置いてないけど、そこはまあまあまあ愛嬌ということでね。売り切れ、売り切れ。こっちのジャンキーばっかりだな、売り切れんの。あ、え、でかいところがもう売り切れちゃってるじゃん。なかなかだな。あ、アンケート止まってたぞ。よし、これで作れるんじゃないか。
スノボレンタル。ソリがなんか子供いいって言ったけど、まあ子供のためにじゃあソリから行くか。で、バイキングは？お、高級料理館。あ、ここで使うんだね。ワイワイバイキングの研究。よし、作ろう。あ、そうなってくると食事テーブルも欲しいな。で、ここで、これ。いけるじゃん。イニシエの箱。イニシエの箱ちょっと重要だな。イニシエの箱を目指していこう。イニシエの箱って何よ。意味がわからん。あ、こんなとこにもあるじゃん。はい、イニシエの箱が発見されたようです。中には誰かが書き残したアヒルオブジェ。アヒルオブジェだ。今度で、ここも行けるぞ。よし、アヒルオブジェは研究できる。あ、石材5。よし、石材作ろう。石材、石材。結構いいペースで作ってんじゃない？忙しいゲームだ、これも本当に。よし、アヒルオブジェ。並べてあげないとな。豚オブジェと。よし。ちょっと待って、豚オブジェちょっと見づらくなっちゃってるな。ちょっと豚オブジェ移動させないと。ちゃんと見えるところに置いてあげて。豚オブジェを、あー、いいじゃん。ここ乗るところでね。あー、いいね、いいね、いいね。で、ここにアヒルオブジェ置くと。ソリレンタル、はい。ソリレンタル企画書を手に入れた。企画書。バイキング完了しました。開発量が高まって氷材の加工技術をひらめきました。ソリの貸し出し準備が整ったみたいですね。おめでとうございます。ソリレンタル開始。全国のスキー屋の皆様、大人気のカレーリンクスにて子供向けのソリレンタルが開始されたというニュースが入ってきました。ちびっ子たちはまっしぐら。とっても人気の模様です。スキー場を滑り抜ける姿にお母様もニコニコしてます。実際さ、早速噂になってるみたいですね。これからはソリをレンタルして滑る子供が増えることでしょう。実際さ、その北海道の子供たちってまあソリとか滑んないんだよね、基本。あんまりやっぱりスキーかスノボーも小さい頃からやるから、あんまりソリっていうのは、まあ、やったことないわけじゃないけど、そんなにやらないけど、なんか関東とか関西とか、まあ内地の人と、内地、まあ北海道からしたらその本州のことを内地って言ったりするんだけど、内地の人たちとかやっぱやるのかな。でも滑るとこないか、雪がないから。オーナーさん、カレーリンクスとスポンサー系、またうちも溢れてますよ。ソリレンタルを開催すると耳にしてやってきました。スポーツ用品店ポッペン、もしよろしければスポンサー契約を結んでいただけないでしょうか。ご検討お願いします。ポッペンか。まあ条件次第だな。まあまあ一度は契約してあげるよ、一度はね。あ、資源いけるようになった。ここいける、イニシエ。よし、いける、いけ。もうここ行っちゃうか。うん、森林伐採なんのその。アンケートも集めていかないといけない。あ、卵は、卵どうなってる。あ、1個できてる。スキー場でイニシエの箱が発見される。さあ、中身は？プリンオブジェ。プリンオブジェ。この山は温泉が出ると聞いてフラッとやってまいりました。温泉が出る、凄腕大工。オーナーさんは温泉好きですか？あれはとてもいいものです。ぜひとも研究してみてください。温泉いいね。温泉いいね。あ、なんかすげえいっぱい出てきた。スポンサーで、ポッペンは？子供をターゲットにしたスポーツ用品店。強化アイテム入手、スキー丸。うん、なるほど。で、開発。お、ガイドブックついにできるようになってきたね。あー、で、氷材が作れるようになりましたよと。研究で、温泉。あ、作れる。あ、結構いろいろ使うな。素敵な温泉風呂研究。よし、いいぞ。で、施設が何作れるようになってる。あ、
バイキングだ。それはもうやっぱここらじゃない？ご飯じゃない？ホテルと同じっていうか、これでも絶対さ、部屋と結びつけた方が良さそうじゃない？いや、レストランか、逆に。どっち？どっち？テーブルも置きたいしね。ここでいいか。で、ちょっと待って、品切れをなんとかしたい。よし。うん、違う、こっち。はい、50。研究他なんか作れる。スノボはまだだよね。あ、アンケート足りない。あ、プリンオブジェいける。石材。待って。あー、そっか。石材ね。オッケーオッケー。石材。はい。まあ、じゃあこれも10個くらい作っとこう。石材すぐ使う。すぐオブジェで出てくるからな。プリンオブジェ、はい。アヒルオブジェできました。並べるもんがいっぱいだぜ。ゲレンデで、はい。今にも動き出しそうなアヒルの雪像。夏は有志によって石像へ置き換えられる。だからだったら石像でいいのよ。いや、すっごい混んでる。ロッカー足りてるの？ロッカー足りてるかどうかって分かんないよね。あ、でもゼロだな。でもな、これなんか黄色いのついてんのさ、鍵なのかなって俺思ってんだけど、違うのかな。資源も、わあ、もう結構伐採しちゃったよ。こっち側広げてもな。だったらこっち広げて、あ、広げれるじゃん。これもね、そろそろイニシエの箱、やっぱ奥のイニシエの箱はね、何これ、バナナ通っていけるかな、こう、ピャーっと。あ、ここにもあるイニシエ。全国出版社、はい。あ、そこそこ高い。66,000。あんま金くれないな。資源、写真って何？しかもこれ別にわざわざ分ける必要ある。まとめて10個で1個ね。ダメよ。ポッペンしちゃおうかな。うん。ポッペン。はい。でもなんか3箇所マックスにすれみたいなあったから、3箇所マックスにすれだっけ？あの、ランクアップ条件ね。新ソリ開発レベル1。グラスファイバーの加工技術。そういうのもあるからな。何これ、化石。へえ。じゃあ、資源加工。グラスファイバー。グラスファイバーってなんかあったっけ？グラスファイバーじゃなかったよね。ウッドコアと、うん。発泡プラスチックとメタル合金。あ、え？新ソリ開発？いや、車の形してる、ポッペン。新しいソリを研究。グラスファイバー作れるかな？間違った。グラスファイバー。あー、ここで使うんだ。まあ、じゃあ6個ぐらいにしつくとか。で、新ソリ開発レベル1。よし。頑張ってくれ。プリンオブジェできた。なんでここでプリンなのかよくわかんねえけどな、マジで。なんで急に食べ物出てきたんだろう。まあ置くけどね、ここに。はい、上とかに置いた方がいいのかな。でもね、なんかスキー場出てきて、いや、ソリ持ってる。え、ソリ持ってリフトって乗れるの？あ、乗れるっぽいな。邪魔じゃない？風とか吹いたら邪魔だと思うんだけど。落ちそうなんだけど。温泉、男湯を手に入れた。え、女湯別なの？え、研究から大温泉。え、女湯は？俺は女湯を作りたいよ。どっちかと言うならば。温泉。体も心もリフレッシュ。全身が頭に健康体になります。いいじゃん。あ、これは中なんだね。まあ、温泉はでも、じゃあ、
大浴場の奥ぐらいにしとくか、ここぐらいに。あ、そうなの？そうなの？ちょっとじゃあ相性悪いんだったらちょっとこれ移動します。相性悪いらしいので、狭いけどな。温泉戻ってきてすぐ温泉はどうよ。相性いいんじゃないか、ここら辺。どう自販機っていうのはいいんじゃない？どう、さっぱりはいいから見せて、自販機とのコラボを見せて、スポット登録来い。これは実に立派な温泉です。今すぐにでも入りたいですね。素晴らしい。今日からこのホテルへ通わせていただこうと思います。オーナーさんよろしく。凄腕大工。あー、小休止エリアにしかならないか。難しいもんだね。売り切れ、バイキング売り切れたか。ブーブーを手に入れた車のことね。素敵な乗り物のソリがこのスキー場に乗れると聞いてやってきました。おさげさん、かわいいね。早速レンタルして私のドライビングテクニックで山を滑り降りようと思います。おさげさん気をつけてね。お母さんと一緒に行ってね。よし。いやもう本当に補充がめんどくさいな。補充がめんどくさいし、人にカーソル合っちゃうときはめんどくさいわ。こういうのってやっぱ店増やした方がいいのかな。オーナーさん、新しいシーズンがやってきたよ。うん、我々スタッフ一同はこのシーズンに備えて新しい施設を用意しておきました。まだ3期目なんだな。どうぞお受け取りください。バルーンモニュメント、風船か。スキーの季節になりました。人気が急上してお客さんが押し寄せてきます。マイナス5万9000、いろいろ作ったっけ。大温泉作ろう。角材、石材、重々、温泉の源泉3。待って、角材石材重々作ろう。とりあえず角材石材重々、角材石材、角材10、まあこれも20ぐらい作っとくか。じゃあめんどくさいから20で、石材これも10だったけど、じゃあ15まで作ろうか。で温泉、温泉なんて作れるわけないもんな。それは拾ってこなきゃダメか。温泉ってどこで拾える。あ、これ拾えるか。ないけど、まあ余ってるから。雑草雪じゃなくて、あこれ温泉か。温泉の源泉あった。ただこれいけなさそうだな。こっちもそうか。そうだな。あ、これ温泉か。うわー、削岩機必要。もうあそこら辺は削岩機必要か。上の方は岩なんだな、もう多分。でもこっち側も削れないよね。削れないね。まあでもとりあえずこれ目指すか。お金もまだあるしね。よし。あ、フィーバーしてる。混んでる？どれどれ。売り切れ。混んでるね。いいよいいよ。温泉なんかコラボしてほしかったな。緊急。いや温泉の源泉早く欲しい。スノボレンタルはまだあと12か。建築施設なんか増えてる。あ、女山あるじゃん。ここからも体もリフレッシュ、全身が頭に健康で、いいじゃん。並べちゃう。あえて女こっちにしちゃう。あ、でもこっちダメか。部屋と一緒だったら、まあ並べるか。わざわざ遠くにあってもおかしいしな。カップルで来た時に私こっちだからってなったら寂しいしね。遠くからとっても目立つボヨボヨ大きなボヨボヨお腹な、ぼよぼよお腹な置物。あ、これ中に置けんの？外に置けん、あ、中なんだ。
まあじゃあここら辺か。でもなんかこれ意味ありそうだな。置いちゃうかここら辺ドーンと。え、これ道がないって言われないな。ここにすっか。おもちゃの近くにドーン。あ、魅力めっちゃ上がった。環境丸人気語いいじゃん。邪魔くせえな。めちゃめちゃ邪魔くせえ。最近ホテル内にあるスキースクールにノウハウが溜まってきたみたい。あ、スキースクール大きいのいいね。できるかな。できなさそう。ウッドコアがないよ。ウッドコアが。みんなこれバイキング、あ、こういうとこ持ってくわけ。あ、じゃあバイキングとこれ近く、近い方がいいな多分。あ、これか。椅子違う、絶対にあれなんだよな。違う、研究で開発で食事テーブルなんだよな絶対このコラボは。早く作りたいな。分かってんのにな。三つ葉牧場。あ、やばい、大会全然出てねえな。大会も出なきゃな。一旦ちょっとなんかでも星、ま、あのハートマックス目指すか。旅出版社行くか。うん、イベント起こしといた方が良さそうだもんな。よしよし、大会行くぞお前ら。そろそろ冬だしな。草スキー大会、ママスキー大会、 D プラス。まずこっち側から行くか。 D プラスから。ママだって大会とか出てみたいの。というわけで女性限定レースを開くわ。うん、開きましょう。燃えるママ。大学生がママなの。まあでもテンションアップ、トリックを出しやすくなる。じゃあ行こうぜ。装備、あー、これみんなちょっと変えていかなきゃダメだな。筋肉とかいらねえだろう。あーでもちょっと、じゃあオレンジにしよう。でこれはレベル2のこっちで、耳も、上げとこ。オッケー。防寒対策完璧。防寒対策とかも完璧とか完璧じゃないとかあんのかな。でちょっと待って、スポンサーさんが、あ、気になる本の大会ちょっと使ってるんで、あ、あったわ。じゃあこれでいいか。あ、いや、あれ俺今夢観光さん契約しなかったっけ。まあいっか、これでよし行こう。もうコツ分かっちゃったからな。半分までは放置、半分まで放置。テンションとかも関係あんのかな。あ、テンションこれあれだ、いいジャンプの時にしたら上がりやすくなるんだ。おい、いいね。で半分超えたよ。でヒートアップ、いいよ。これは勝ったね。えい、余裕じゃん。ヒートアップめっちゃ強い。あ、計測中、もうめちゃめちゃ速くて。大学生がママの大会に大学生が、まあママの可能性もあるか、大学生だってね。わがまま、いや男じゃねえかよ。お前そんなもん言ったが、言ったもん勝ちじゃねえかよ、そんなもん。わがままなんて。フルアーママ。フルアーママって何？マーマレイド。やんちゃママ。なるほどね。ポッペン。有効度上がったね。そりゃそうでしょうよ。ほら、旅出版ね、契約してるけど。大学生レベル2。まあ、能力高い。あー、すっごい上がる。あ、なんかちょっと観客増えてるっぽくない？気のせい。わがままはママなのかな？一応なんか髪を後ろに縛ってんのかな？男だと思ってたけど。5万ゴールド。コーティング剤4個。そうか、大会認証してもらえるパターンもあるのか。よし。じゃあちょっと大会ガンガン出てみよう。次の大会も行こう。調子に乗ってる時に行こう。あ、2個しかないね、今。スタンダードも1位取ってるから、草スキー大会行くか。ス
キー大会を開きます。ふるってご参加ください。お待ちしております。大学教授、まだ最高3位だからな。大学生強かったな。大学生行くか。じゃあうん、装備は OK だね。どうする？これもう一個持っとくか。ヒートアップめっちゃ強かったな。よし行こう。ヒートアップにもうおんぶで抱っこで行こう。テンション負けてこうぜ。任せろよ任せろよ。出てきたら行くよ。1個目行くよ。ここだ。あれ、なんかもうちょっと高いやつが来ないとダメか。半分超えたよ半分超えたよ。ヒートアップ、ダッシュダッシュダッシュ。オッケー。大学生、ちょびひげ、自由人、凝り性、金髪美人。あ、なんか見たことあるな、この大会。あ、そっか、3位だから、出てるメンバーは大体一緒なんだな。大体というか、一緒か。いや、大学生が、あれ、ボクサーどうしたの、ボクサー。ボクサー帰った。もう大会諦めちゃった。あ、やっぱこれなんか、この大会やっぱあれだね、人少ないよね、ギャラリー。なんか全然人いない。あ、コーティング剤しかくれないんだ。俺はあれ、あのなんかね、作れる何かが欲しい。1万人いったよ、ファン人数。開発あ道具やっぱまだないよね。ウッドコア作りたいわ。あ、待って、温泉の源泉70万まで。ちょっと一発広告入れとこう。忙しいぜこのゲーム。晴れてるからクーポン券だな。あ、なんかじいちゃんにはクーポン券刺さんないな。もう一回やってみよう。あ、もう全然上がらんくなってきたクーポン券じゃ。よし、やめよう。じゃあ大会常連アンロックされてくるね。ちょっと待って、どっちが、こっち側やってん。うわ、上行きたいんだっけ俺。あ、いけるじゃんね、どんどんちょっとずつ。ここは、ここまでか。ここはいける、よし。あー、これもいけねえか。これも行きたいんだよな。よし、ここら辺行っとこう。こっち側まで戻ってくるの大変だな。いや、出た、売り切れ。他売り切れない？大丈夫？大丈夫っすか？大丈夫っすね。オッケー。温泉作ったからこっち側何作るかな。あ、温泉の前にでもゲーセンとかもありっちゃありか。確かにな。こんな入り口に温泉あったところでな。モニュメントもろともこっち浮かしてっか。そうしよう。よし、ゲーセン移動。まちょっとスポット作りのために移動。よし、これをゲーセンの前に置きます。で、足湯も移動。ここら辺でいいか。よし、そっか、足湯があったところで、あれだけど、この邪魔くせえやつを。ここら辺にする。ちょうどギリギリかけたい。あー、こっち側ですか。あ、こうしよう。ほら、魅力めっちゃ上がる。いいぞ。レストラン動かしちゃうか、こっち側の近くに。ひょっとしたらうまくはまるかもしれんよね。いやー、だけどな、絶対あのテーブルではまると思うから、テーブル置きてえしな、この目の前に。ちょっと開けとくか、ここは。ATM 置くってのもありだな。あ、ATM ここにもう一台並べるか。プシャッと。ATM って置ける？ATM。基本か。あった。ATM。並べるか。あ、よし。どんどんお金下ろしてもらおう。あ、待って、今どっかに中級いたぞ。
なんかたまたま中級って見えた、あ、いたいた、ほらこいつ中級だ、大学生、あ、大学生やっぱ中級レベルなんだこいつ。ロッカーが不足してます、もうか、もうロッカーの不足か、これ置けんな。じゃあもうここロッカーまみれにしていこう、ほんとに。よし、ロッカーこんだけあればある程度足りるでしょう。狭い狭い、あ、なにそこ通路っていうジャッジ、そうか、じゃああ、違うじゃん、こっち側に1列ある、あ、じゃあ分かった分かった、これを建築こう動かせるってことでしょ、ああ、じゃあこうしよう、そしたらちょうどね、通路も、ああ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、ああ、いいね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 、いいよこれ、この自販機邪魔だな、なんか結果邪魔くさくなってきちゃったな。いや、すぐ売り切れるな。大会も見たいのよ、大会見よう、なんか大会増えてるかな、あ、もう今1個しかない大会、マジか、やばい、卵の回収もしなきゃいけん、いや忙しい、あー、でこいつらも働かせなきゃいけん、よしで、スキー場はみんな頑張ってると、うわ、結構混んでる、みんな滑ってる、あ、中級も、風の子も中級じゃん、いや早く上級作ってあげたいな、ちょ待ってよ、ランクアップ条件今どうなってる、お、気がついたら2つクリアしてる、え、スポンサー有効最大数3以上ってことは、もう スポンサーを頑張ればあといけるってことか、あ、待って待って、あ、なんけまね、なんか今刺激が欲しいみたいなやつよね、そこでキッカーの研究アイデアを用意してみました、キッカー、キッカー、キッカーって何、あー、ジャンプワンメイクみたいな人工的な板を研究、よし作成しよう、スノボレンタルまだいけない、もうちょいか、なんかガイドブックまでも遠いな、ウッドなんとかが全然出てこない、次のレベルアップでいくのかな、でもこれもスポンサーさ、あ、大会出ればいいのか、したら進めていけるか、これでもいいから、でこっちでスポンサーのお気に入りを持ってないわないわもうこれ、あ、1個持ってるね、ヒートアップ1個使ってるね、よしこれで行こう、まあだけどこれ別に使わなくたって勝てばいいってことだもん、多分ね、勝つでしょ、はいはい、ふざけたって勝つでしょこんなの、はいね、ほらもうぶっちぎれじゃん、こっち中級でしょ、はい、ボクサー出てきたな、ボクサー久しぶりに見たぞ、ボクサー、ボクサーの名前、しょうもない大会しか出てこないのか、もしかして、ああ、そうだね、これで有効度上げることはできるね、ああ、旅出版もこれで上げてこう、よしよし、これで行こう、あ、もうちょっと、な、大会なくなってるうん、じゃねえよ、大会そんな何回もさせてくれねえのか、さすがに、じゃあもう大会復活まで待つしかねえな、じゃあちょっとスポンサー行くまで待ちましょうかね、特にできることもなさそうなんでね今、うん、じゃあちょっと待ちますね、あ、え、こんにちは、パンプキン庄司です、素敵な商品を仕入れてきたので、ぜひ買ってください。
天然樹木、石油、え、こんなことにもなるの。鉄材、美味しい水、無邪気なスキー、10万、バランスが取りやすい、一品限りの貴重な品。欲しいよ欲しいよ、控えめな、欲しいけど超耐寒性ウェア、寒さに強い。でも別に寒さはないって言ったしな。動きやすさ、多様性ウェア、ラブリーウェア、スキル、いやアイテムじゃなくてさ、待って、噴水エリア、スポットのヒントが、スポットのヒント欲しいな。バイキング施設、アイスカフェ、あーあー、悩ませる。いやこのゲーム結局スポット結構重要だったりするから、スポット1000なら買っとこう。うん、サンサンエリア、アシユートピア、バイキング、噴水、あと何あるかな、リラックス、違うな、小さな練習場、あえスキーとかも買いたかった。ちょっと待って、じゃあ見てみよう、スポット、ヒヒヒヒヒ、俺は持ってるぜ。アシユートピア来た、アシユプランタ、木型プランタストーブ、プランターストーブか、ちょっと待って、木型プランターストーブ、キッカー、はい、ちょっと待って、今もう俺スポットに一生懸命、俺ストーブってどこ、あ、こっか、持ってくるか、そうだな、木型プランターストーブ、よし、うん、持ってきちゃおう、俺持ってきちゃおう、これ移動、ちょ、移動は別にこれでいいんだ、移動でこれをどこに置くかな、なんかこの辺置いとくか、邪魔くせえけど、よし、でこれも移動、どうすっかな、まあ、この辺置いとくか、よし、で足湯を移動、邪魔っちゃ邪魔だな、まあでも受付の前にあっても悪くないんじゃないか。お、アシユートピア、え、もうできた、あ、こっち側にあったのね。なんかちょっと夢、なんかもう俺もこっちに置きたいって決めちゃってたからごめんね。あー、いいじゃんいいじゃん、そっち側に繋がるのもいいよ。うん、と、はい、スポット、ストーブ、スキースクール、自動販売機、ストーブが多いな。じゃあこれを移動させていこう、これをこっちに置いて、ごめんね買い物最中で、これを移動で、自動販売機、この自動販売機はもうね売り切れないから、売り切れない方の自動販売機はもう必要ないっていう、需要がないっていうことで、よし、これならいける。お、どうした、また記事書いてくれてる、待っていてください、この記事で一発当ててみせます。まあでもこれでね、こういうフィーバーになるからね、いいよね。道がない、道がないの、え、これ何、正面からしか入れない、え、道あるじゃんね、両サイドに。じゃあこれを、待って、これこう置けばいいのか、こう置いて、なんでこのタイミングで売り切れてる、補充で移動、道がない、なんで、うーん、わかりました、わかりました、じゃあストーブもう一個置きましょう。そこまで言うのならば、でこっち側になんか知らんけど相性良かったな、ここに置いて、でこれ戻しましょう、じゃあそんなに言うなら、はい、でストーブもう一回置きましょう、ストーブ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 施設、
じゃあちょっと設置してみて、まあ、いきましょう。これ見ててもしゃあないと思うんでね。よし、うい、小さな練習場。はい、で作りました。今スポットが、まあ、8個中作れないのがバイキング施設、まあ、食事テーブルやっぱ必要だったね。あと三々エリア、この三々ひまわりでいけるかなと思ったんだけど、オーディオ器具が必要みたいで、これまだ作れません。他は作りましたね。噴水と、こうなんかプランターとウッドベンチ。ポッペンさんからプレゼントが届いてます。新ソリ開発、ああ来た。開発力が高まって発泡プラスチック来た。でもそっちじゃないんだよな、先に覚えたいのは。忙しいな、開発じゃしてっか。資源開発、どっちにしろ必要だからな。発泡プラスチックを何個必要だ。まあ5ぐらいしようか、とりあえず。で、待ってた。研究で、スノボレンタル、あ、アンケート溜まってる。よし。で、新ソリ開発は、あ、発泡プラスチックできる。よし、これも行こう。あと、発泡プラスチックが、これだ。トレーニング、メタル合金が必要。メタル合金なんて、まだまだ手に入らなそうな、なんか商品名だけどな。邪魔くせえなこいつ。まあでもすごいにぎわってきたな俺のスキー場が。まあ俺のスキー場って言ってもいいでしょう。ちょっとカレーリンクスとかは絶対恥ずかしいけどな、人に言いたくねえけど。こっち側ももうちょっと木を、そろそろいけるか、いけるか、あ、いけない、もうちょいだ。ここら辺切ったらいけるかな。ここ切ったらいけそうだね。これはいけない、いけない、いける、よし。じゃあそこら辺切っといてもらってる間にスノボレンタル、はい、はいはいはい。カブトバトラーいいね。スノーボード貸し出しの準備が整ったみたいですね。おめでとうございます。ありがとうございます。スノボレンタル開始。全国のスキー屋の皆様、大人気のカレーリンクスにてスノーボードのレンタルが開始されたというニュースが入ってまいりました。早速ナウでヤングなスノーボーダーたちが一斉に全国から駆け寄っています。今季は盛り上がりそうですね。あ、真ん中らへんがスノーボーするんだな。早速噂になってるみたいですね。これからはスノーボードで滑る人も現れることでしょう。そっか、ソリもあるし、あ、ちょっと待って、広告打っとこうかな。金あるし、雪だし。広告、あ、大会出てきた。ちょっと待ってよ。その前に雪だから、地方プロも。これでどんぐらい増えるかちょっと見たいんだよね。あ、まだまだ結構増えるね。え？小説家。この山奥ならば、担当から逃げ切れると思ってやってきました。ゆっくりしながら、次の作品を作ることにします。連絡はしないでね。小説家が訪れるようになりました。なんで急に大会行こう。あ、またスタンド、あ、スタンダードカップしか出て、毎月出れるのかこれ。じゃあ出よう。あ、やばい、何もない。まあダッシュあればいけるかこの大会。スポンサー、お前ソリソリで技とかできんのかな。おい、そうでもないな。ちょっと待って、これ負ける可能性であるか、大丈夫か。うい、危ない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 。スポンサーにメガネ坊や、気に入られなきゃいけないからな。なんかいつも同じ人が勝手に出てくれるかと思ったら全然違ったね。さあ来い。まあまだだな。はいはいはい、天然樹木10個。カレーリンクスとスポン、またですか。スノーボードレンタルをこちらのスキー場で開催されたと伺ってやってきました。スノボ専門店リラックスぜひスポンサー関係を結び、ぜひ商品をここで扱ってはいただけないでしょうか。リラックスさん、青い空ランランラン、おてんば娘、お空、いやちょっとリズムがわからん。お空走れ、ゴーゴー走れ、それでゴー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 。おお、シャブ中かって大丈夫か。
多くのスポンサーと関わったノウハウによって同時契約数が増えそうです。スポンサーの最大契約数が増加しました。え、いいじゃん。ちょっとスポンサーもう一個いけるってこと？あ、いけそうじゃん。マックスもう一個増やしたいんだよな。旅もうちょいだよな。ここの2つが早くなってくれりゃ、まあ、あとはちょっと時間かかりそうだからリラックスいってみるか。じゃあよし。では今後とも私たちスノボ専門店リラックスをよろしくお願いします。はい、こちらの商品を差し上げます。何？記念コイン。記念コイン。お近づきの印にこちらを差し上げます。新スノボ開発か。おお、開発力が高まってメタル合金。急に来たな、メタル合金。待って、じゃあ作れるな。金メタル合金が何？あ、結構使うね、いろいろ。なんかまあでも10個ぐらい作るか。よく分からんけど、いいね。これで作れるはず。待って、あー、まあまあまあ、これも作るとして、トレーニングルーム、発泡プラスチックがあと1個。発泡プラスチックがあと1個。よし、あ、今2個作っちゃう。まあいいわ。で、緊急。よし、いいよ。いいペース、いいペースなのか分からんけど。で、あー、まあ大会もうないか。あ、ゲレンデ何作れるのだったっけ俺。あー、そうだ、これ。結果、勢いをつけて爽快にジャンピング。うまく飛べると魅力に経験値が入ります。これはだけどもうね、上級の域よ。これはここら辺の中級から上級、この辺かな。うん、よし、こっちに上級作ろうと思ってるからね。このスキー場で滑ると大会で強くなれるという噂を聞いてやってきました。プロスキーヤー、プロスキーヤー来た。素敵な施設を揃ってますね。早速一滑りしてきます。プロスキーヤーだって。ちょっとおい、レベル、ランク見せろお前。なんか赤いやつだったよね。赤いとかピンクのやつ。これでマジランク低かったらどうしよう。メガネポッペンとの、ポッペンまだか。20万、資源アンケート。あ、アンケートもらえた。あ、結構いろいろくれるじゃん。まあ、ポッペン延長しとくか。なんかどうせ次もまたあれだしな、あれだしな。はい、雪国チョコなんぞや。回復か。オーナーさん、またスポンサー関係結びたい。めちゃめちゃ来るじゃん。こんにちは、衣服ショップ白黒と申します。以後よろしく。この頃ウェアを取り扱い始めまして、ぜひここと契約したく参りました。新しいスポンサーとして衣服ショップ白黒。衣服ショップもなんかあるなあ。こいつじゃない？あ、休暇中の社会人。違うな。凄腕大工初級。ちょっとじゃあ飛ばしましょうか。アルペンスノーボード。バンド公演の合間にスノボをたしなんでみようと思いスキー場へとやってきました。このハードでロックな板をレンタルしてかっこよく滑ってくることにします。じゃがじゃん。何がじゃがじゃん。クソ、モテんのか？お前はモテんのか？あ、女の子がお風呂に入ってるよ。特に作れるもんもないし、ちょっとスポンサーのレベル上げるまでちょっと待とうか。星5行きたいね、今日の段階で。なんとかして、もう結構時間も経っちゃってるけど。広いトレーニングルーム、うん、ちょっとなんかそこまで行きたいな、どうせだったら。ちょっとじゃあちょっと時間立たせますね。はい、なんかふわっと来ましたね。ランクアップ可能ですっていう文字が。なんかお知らせとかも来るわけでもなく、まあお知らせは来てるんだけど、ふわっと来てますね。
うわ、めっちゃ来た。なに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 、どうしたどうしたどうした。じゃあランクアップしてみましょう。来ましたね。スポンサーも3ついったんだね、ついに。よし、ランクアップしましょう。ふーむ、実に見事なスキー場です。これからの発展を期待していろいろと支援物をあげましょう。レンガタイル、植木、室内ガーデン、広告、小雑誌配布なんでしょう。あ、削岩機来た。研究アイデアを入手しました。ついに来たな、開拓員増員。別にそれいらんけどな、3人いれば十分だしな。商品開発と施設強化が解禁されました。スキー場のランクアップおめでとうございます。今回のランクアップによりお店の強化と商品開発ができるようになったようです。お店の強化と商品開発。強化をしたい商品施設を選択して行います。資源を投入すると経験値が上昇し、レベルが上がると施設の性能がアップします。強化専用のアイテムだとより多く経験値をもらえます。また素材には相性があり、施設と丸だと経験値が2倍もらえます。はあ、じゃあ補充もあんましなくてよくなるってことかな。新商品を作ると在庫が増えるので品切れしにくくなります。商品開発は開発から行えます。やっぱそうだね。次のランクを目指して頑張りましょう。あ、6もあるんだ。お知らせ、開発に商品開発が追加されました。これちょっと開発してえな。あ、強化できる相性。あ、見てみないと分かんないんだ。アンケート1ってやってみるか。これで分かるようになったのかな。あー、特にってことか。あ、じゃあ1個ずつやって試していけば分かるってことなんだね腹立つわ。せめて丸出てこないかな、1回ぐらい。まあいいわ。まあということで、まあ、今日のところはこれぐらいにしましょうか。ランクもね、星5までいきました。うん、広くもなったし、こういうのも置いたし、オブジェクトもいいね。いい調子いい調子。大会も結構総なめで勝ってるしね。はい、ということで今日のところはこれぐらいにしようと思います。次回は星6目指して頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。最後にこれだけ読みます。全国出版社さんに取材してもらった内容が雑誌に載ったみたいですよ。あー、そこそこ増えたね。はい、え、こんにちは、オーナーさん、お願いがあります。実は僕はカレーが大好きなんです。ほら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 、来た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 ね。スキー場といえばカレーでしょ。お前分かってんな。お、待ってたぞ、カレーリンクスがやっと生きてくる。スキーの後に食べたいのでカレー屋を研究してもらえませんか。いや、すぐするよお前、カレーリンクスやぞこっちは。ということで次回はカレーリンクス、ついにカレーを作るですねじゃあご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。